おはようございます。暦の上では春を迎える週末です。まだまだ冬真っ只中の地域もあると思いますが、風の匂い、花々や鳥の姿で季節を感じ取っている方も多いと思います。この時間はそんな命の流転する景色の中で、ラジオを通してこうして出会った私たち人間同士、万物の創造主の愛に包まれて心を通わせる温かなひとときを紡いでいけたらと思っています。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。学校では教わらない大切な視点を、正しい宗教的価値観を通して知ってください。幸福の科学で説かれる仏法真理をお届けしている番組です。さて、皆さんは人に違いがあるということをどのように受け止め考えていらっしゃるでしょうか。違いを認め合おうとか、みんな平等な社会にすべきとか、状況によってさまざまな考えがあると思います。今日は幸福の科学の月刊誌にある関東言、大川隆法総裁による心の指針、人に違いがあるということを読み解きながら、皆さんと大切な視点を共有したいと思います。全国36局とハワイを結んで、エル・カンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。パーソナリティは白倉律子です。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。天使のモーニングコール、今週お届けするのは毎月恒例心の指針、月刊幸福の科学2024年2月号に掲載されている大川隆法総裁書き下ろしの言葉。タイトルは人に違いがあるということです。では早速朗読します。心の指針、人に違いがあるということ。若い頃は他人と自分とを比べて、その違いに苦しむことが多かった。大抵は人が優れて見えて、自分の劣ったところばかり気にしたものだ。平等という言葉は誰しもが心惹かれるものではない。ともすれば慰めや革命の原理に使われやすい。人と同じなら安心し、違いには我慢ならなくなる。それは横綱の力を移し替えることができず、ホームランバッターの本塁打を分け与えられず、入試の点数を皆同じにはできないこととの比較で考えられなくてはならない。働きありは皆同じに見え、ゴキブリも個性の差がわからない。これが平等というなら、それに甘んじてもよかろう。しかし人間なら、なぜロイヤルゼリーを食べた蜂が女王蜂になるのか考えてもよかろう。パンダファンなら、パンダにも美人がおり、人気の差があることに気づいてもよかろう。結果平等だけでは、複数性のある高等動物には喜びも繁栄もないのだ。才能
努力、愛の心が自分の未来を変えるのだ。信じるがよい。心の指針、人に違いがあるということを朗読しました。皆さんは人に違いがあるということをどう感じていらっしゃいますか？詩編は、若い頃は他人と自分とを比べてその違いに苦しむことが多かったという言葉で始まっていました。確かに若い頃は他人と自分とを比べて他の人が自分にない優れた部分を持っていたり、自分の劣っている部分が見えたりすると嫉妬心や劣等感で苦しむことも多いと思います。そうした違いによる苦しみは大人になってからも感じるものです。格差といわれる地位や収入などの違いから平等を求める声は根強くあります。この平等について詩編にはこうありました。平等という言葉は誰しもが心惹かれるものではない。ともすれば慰めや革命の原理に使われやすい。人と同じなら安心し、違いには我慢ならなくなる。平等には誰もが活躍できる機会を設けたり、不当な差別が生じないようにしたりするといったプラスの面ももちろんあります。しかし平等を求める心の中に、人との違いに我慢できないという思いがあるのなら、少し立ち止まって考えてみる必要があるかもしれません。書籍幸福の原点第一章にはこうあります。人間は本来誰でもゼロからの人生の出発であったはずであり、ゼロの自分と比べてみたならば、少年少女時代には多くのものを与えられているはずです。それにもかかわらず他人との比較においてマイナスの自分を心に描き出しているのです。そしてよくよく考えてみるならば、大人になってからも心に苦しみを作るのはこの他人との比較であることに気づきます。苦しみの根っこは少年少女時代にすでに芽生えたものであり、ゼロからの出発ということを忘れて他人と自分との持っているものを比較し始めた時に源を発するのです。他人との違いを比較することによる苦しみは、自分が多くのものを与えられていることを忘れ、与えられていないものばかりに目を向けていることに原因があるようです。そうした苦しみの原因には目を向けず、平等を求め続けた先にある世界について、詩編ではこうありました。働きありは皆同じに見え、ゴキブリも個性の差がわからない。これが平等というなら、それに甘んじてもよかろう。しかし人間なら、なぜロイヤルゼリーを食べた蜂が
女王蜂になるのか考えてもよかろう。パンダファンならパンダにも美人がおり、人気の差があることに気づいてもよかろう。人との違いがなくなり、完全に平等な世界が実現するとしたら、そこでは個性の差もなくなってしまいます。それは理想的な世界の姿でしょうか。書籍幸福の原点講義から朗読します。それぞれに違いがあって、人と自分が違うからこそ、自分という個性が成り立っている面があるのです。あらゆる点において人より優れている人もいなければ、あらゆる点において人より劣っている人もいないのです。必ず何らかの特徴があり、何らかの足りないところがあります。それによって他の人を見ながら、自分とは何かということを確認できるようになっているのです。確かに他人との比較による苦しみはありますが、その苦しみの方を中心に捉えると、人間は不幸になります。他人との違いはあっても、それはこの世で自分を磨いていくための舞台装置なのだという考え方をした方が良いのです。人と自分が違うからこそ、自分という個性を確認することができる。人との違いは苦しみの原因にもなりますが、それを肯定的に受け止めてみると、自分を磨いていくためのヒントとすることもできます。誰もが全く同じで個性の差もなければ、そこには成長の可能性もないでしょう。人に違いがあること、その奥にはあえてそうした個性の違いのある世界を作ることで、すべての人が成長できる舞台を設けた創造主の深い意図があるようです。心の指針、人に違いがあるということ、最後はこうありました。結果平等だけでは、複数性のある高等動物には喜びも繁栄もないのだ。才能、運、努力、愛の心が自分の未来を変えるのだ。信じるがよい。人との違いがなく、誰もが同じ結果になる世界では、喜びも繁栄も生まれません。才能、運、努力、愛の心、こうしたものは人それぞれ同じではないかもしれません。しかし、自分に与えられたものを最大限に生かして生きることで、未来は確かに変わっていきます。それを信じること、それが喜び繁栄の未来へと向かう出発点となるはずです。
ではここで2001年に説かれた大川隆法総裁の法話、不幸であることをやめるにはをお聞きください。ですからまずですね、人生の目的というものを考えるときにですね、第一の目的はやっぱりですね、自己発見の旅であろうと思うんですね。個性を持って生まれてくるということ自体がですね、自分自身の人生というものを極めなさいということなんですね。自分自身のなぜこういう個性を持って生まれたのかと、いかなる人生を与えられたのか、まず自己を探求して発見しなさいと。自己探求発見の旅、これはもう、誰もが逃れることができない、ことだと思うんですね。もう一つはやはり他者との関わりですね。他者、他の人たち、社会との関わりにおいて自分はいかなる役割を果たすことができるのかと、他者との関わりにおいて自己をやはり知るですね。もう一つは知って影響を与え合う存在として生きていくことの大切さを学ぶということですね。これが人生の基本的な2つの目的だと思うんです。で、他の人がいませんと自分自身を知ることもなかなかできないんですね。自分一人だけでいてもなかなか自分を知ることはできない。いろんな考え方の違う人ですね、意見の違う人ですね、好きな人嫌いな人いっぱいいてですね、初めて、自分自身っていうのが分かるし、人間の違いを知ってですね、自分の考え方が偏っていたりですね、平均的でないかどうかも分かるようになる。だから、人が自分の思うようにならない、そういうふうになってくれないけれども、いろんな方がいるっていうことが本当にありがたいことなんだなと。自分を教えてくれる、自分自身を教えてくれる、いろんな、ああこんな人があり得るんだな、存在できるんだな、こんな考え方があるんだな、こんな性格があり得るんだなと、まこと不思議に思うんですけれども、それが逆照射されて自分自身を知るためにどうしてもいろんな多様な能力や個性のある人が必要なんですね。で、共同生活をしているわけですね。人がいなければ自分自身が分からないです、全然ね。これが神様、仏様と言われる存在が実は世界を作った理由でもあろうと思いますが、相対的な世界を展開することによって、互いに磨き合う世界を作ることによって自己認識を深めているですね、自己の可能性をまた楽しんでいるというふうに思われるわけですね。お聞きいただいた説法は書籍幸福の法第一章に収められています。心の指針、人に違いがあるということを読み解いてきました。人との違い、自分の個性について何か新しい発見があったのではないでしょうか。今世界では信仰や教えの違いから宗教間の争いも起きていますが、それもまた人に違いがあるということをどう受け止めるかによるものなのかもしれません。今日の詩編には、世界の平和につながるヒントも隠されていたように思います。一曲お送りします。作詞作曲、大川隆法総裁、歌は篠原紗恵さん。光り合う命。一分
プレゼントのお知らせです。心の指針、人に違いがあるということが掲載されている月刊幸福の科学2024年2月号と、大川隆法総裁の書籍幸福の原点、こちらを5名の方にプレゼントです。宛先はまず天使のモーニングコールホームページがあります。そちらの投稿フォームからも応募できます。 E メールアドレスはメッセージアットマーク天使コール .com、 MESSAGE アットマーク TENSHI-CALL.COM、 そしてファックス番号は0357931751、 0357931751。はがきでも受け付けています。郵便番号 141-0022、 141-0022、 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所と氏名、年齢、番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。それでは時間となりました。天使のモーニングコール、ここまでのご案内は白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。